中国軍が F-35 ステルス戦闘機を相当嫌っているとの話が浮上中の中、護衛艦出雲、さみだれがベトナムへ寄港したとの情報をキャッチしました。今回は、南シナ海情勢変化で、護衛艦出雲、さみだれベトナムで、大フィーバーを詳しく見ていきます。中国も、護衛艦出雲に F-35B ステルス戦闘機が艦載され出すと、厄介と考えています。日米でのクロスデッキなど戦略訓練なども非常厄介と考えているでしょうね。もうすぐだよ。2023年6月20日、現行の海上自衛隊の艦艇の中で、最大の規模を誇る出雲、型ヘリコプター搭載護衛艦、DDH の1番艦、出雲、と、村雨型汎用護衛艦の6番艦、さみだれの2隻が、ベトナムのカムラン湾の国際港への入港を行った。出雲、と、さみだれが今回入港を実施した。カムラン湾の国際港とは、地理的に南シナ海を望む、ベトナム中南部のカインホア省に位置しており、近代では、重要な軍港としての役割を担ってきた、歴史を持つ。今回、カムラン湾の国際港に入港した海上自衛隊の、出雲、と、さみだれだが、前者の同港への入港は、丸4年ぶりの出来事で、6月23日まで滞在。その間にベトナム側の主催した様々な行事への参加も行われた。ベトナム側の主催した様々な行事には、まず、ベトナム海軍の歓迎式典があり、以後は23日までの滞在期間の中で、同海軍関係者と海上自衛隊の出雲とさみだれの乗組員らとの間で、情報交換の場も設けられたという。海上自衛隊の出雲は、神奈川県の横須賀を母港とする第1護衛隊軍第1護衛隊に所属している艦艇だが、同隊の司令を務める西山海将補は、今回の他、カムラン湾の国際港の意義を以下のようにコメントしている。西山海将補曰く、カムラン湾を、はじめとして、ベトナムが、長大な海岸線を接する南シナ海は、同国同様に、日本としても重要な海域であり、こうした訪問を通じ、有事の際に、迅速な協力が可能な両国の関係強化を図りたいと述べた。出雲、と、さみだれの2隻は、ベトナムのカムラン湾に入港する直前までは、日米仏共同訓練、マルチビッグデックイベントを、6月7日から、10日まで、沖縄の東方から、東シナ海にかけての空海域で実施した状態だった。今回の非米仏共同訓練、マルチビッグデックイベントには、アメリカ海軍からは、ミニッツ級の大型原子力航空母艦が2隻、タイコンデロガ級ミサイル巡洋艦が3隻、アーレイバーク級ミサイル駆逐艦が4隻、未公表だが、護衛艦の攻撃型原子力潜水艦も、少なくとも、2隻が随伴していたと思われる。そして、フランス海軍からは、昨年の2022年11月に、就役を果たしたばかりの最新鋭のアキテーヌ級フリゲート艦、ロレーヌが1隻参加を行っており、自由で飛躍かれ、インド太平洋という、西側諸国共通のスローガンを示す、形だったと思える。こうした非米仏での共同訓練は、今回で、都合6回目を数えたものとなったが、今も、アジア方面に、海外領土を有するとはいえ、フランスのマクロン大統領の発言は、たびたび中国を利するかのような側面もある中で、貴重なものとなった感もある。1991年の旧ソ連の事前崩壊の後、ヨーロッパの、多数の国々や NATO 加盟国も、その後継国家であるロシアを、それまでのような最大の仮想敵国と見さす姿勢を改め、中国こそが、次の時代の最大の脅威だと捉える動きもままあった。そして、西側諸国は、
旧ソ連自らの崩壊に伴い、その後継国家となったロシアに対し、自らの価値観、つまり自由と民主主義の浸透を信じて、融和的な政策を取り、キレまで西側主要国7カ国で行ってきた G7 にロシアを加え、G8 とする対応を取った。旧ソ連の自然崩壊に伴い、ウクライナをはじめとする旧構成国の分離、独立が起こり、かつてほどの経済力や軍事力の基盤が弱まっていたロシアでは、政権を握ったプーチン大統領が、こうした動きに当初は乗っかったが、長続きはしなった。ロシアの主要な外貨獲得手段である、原油価格や天然ガス価格が高騰したことも幸いして、経済力を回復させた同国は、2014年には、ウクライナからクリミア半島を奪取する方向に動き、西側諸国の融和政策は、ロと消えたと言ってよかった。ことに、その傾向は、昨年2022年2月に、ロシアが、ウクライナに対する、軍事侵攻を大々的に開始したことで顕著となり、大多数のヨーロッパの国々は、やはり、自国にとっての最大の脅威は、ロシアであるとの考えに回帰していると思える。大多数の西側のヨーロッパ諸国にとっては、自国に地理的にもほど近いロシアと、同国が、未だに自国の勢力圏だと一方的に考えている地域に対して躊躇なく大規模な軍事侵攻を行った惨状を見れば、その思考は無理からぬものとも思える。しかし、これは海を隔てているとはいえ、中国と直接対峙している台湾や日本からしてみれば非常に憂慮せざるを得ない状況であり、 NATO 加盟国の中で大国たるフランスやドイツは、中国への経済的な依存は、逆に強化している感が拭えない。そしうた日本が置かれた、政治的、軍事的な背景もあって、今回のような海上自衛隊の、イスモ、と、サミダレが、ベトナムのカムラン湾への入港を果たした事実の報道は、中国包囲網を強める一環として、肯定的な記述が多いようだ。昨今は、中国への警戒心と脅威論が、日本では浸透しつつあり、かつては、人件費の安い中国に、多くの日本の製造業が、拠点を設けて進出し、経済的な利得を得ると同時に、中国との共存を図る手段とすべきという、風潮が蔓延していた。しかし、中国の経済的な成長とともに、その最大の利点とされてきた、人件費の高騰や、ウイグル自治区等での人権問題の顕在化もあって、中国への日本企業の、主として、製造業の拠点進出は、そのリスクを鑑み、減少に転じたとも感じられる。その中国に代わって、低コストで、安価な製品を製造する拠点進出の国として、日本にとってアジアで注目され始めたのが、インドネシアやベトナムであり、ここ近年で、衣料品等では、それらの国々製品を目にする機会も増加している。インドネシアと日本との関係は、おおむね、良好とは言ものの、19991年に正規した、東シナティモール地域での独立をめぐる軍事紛争や、イスラム国家として、2001年の同時多発テロの発生で、アメリカとの関係は、一気に悪化している。これによって、2005年まで、アメリカからの武器等を含む輸出制裁を受けたインドネシアは、ロシアや中国に、その代替先としての役割を求め、軍事的な分野では、依存を強めるなどし、隙間的に入り込んだ韓国は、武器手で翻弄される事態も経験させられた。ベトナムに関しては、こうしたインドネシアとの比較でも、さらに複雑な、政治的、軍事的な状況が色濃く、そもそも、第二次、世界大戦時には、フランスの植民地であり、日本が、その立場を引き継いだものの結局は、敗戦で引き上げた過去がある。
フランスは、第二次世界大戦後には、再び、ベトナムの支配を行おうとしたため、1945年8月に、旧ソ連の支援を受け成立した米共産主義国家、ベトナム民主共和国との間で、インドシナ戦争に発展、フランスを退けることに成功した。その後、フランスの肩代わりをする形で、アメリカが、民主主義のベトナム共和国、南ベトナムの樹立を後押しし、1962年には、共産主義国家、ベトナム民主共和国と民主主義国家、ベトナム共和国との間で、ベトナム戦争に発展する。アメリカは、1964年から、このベトナム戦争に、直接の軍事介入を行い、戦争は激化。結果として、1975年に、共産主義国家、ベトナム民主共和国が勝利を収めベトナム全土を統一。翌1976年に国名をベトナム社会主義共和国に変更。ベトナム共産党による一党独裁制を今も継続している。共産主義国家、ベトナム民主共和国がアメリカや南ベトナムとのベトナム戦争に勝利した要因は、旧ソ連や中国などの共産主義国家による武器を含む大々的な支援が功を奏した形ではあるが、1979年には中国とカンボジアをめぐる中越紛争にも至った。南シナ海の一部をめぐり、今もベトナムは一部では中国との軍事的な対立を抱えてはいるが、ベトナム共産党内には親中派勢力が今も根強く、国家としては中国が最大の貿易相手国であるなど、結びつきも強い。そのため、今回、イスモ、島が入港を果たしたカムラン湾には、日本やアメリカの艦艇だけでなく、ロシア海軍や中国海軍の艦艇も頻繁に寄港しており、単純に、日本寄りの国家だと認識するには、大きな問題をはらんでいる。